はい、皆さん、こんにちは。ぜひこれ。それでは今回なんですけども、徹底解説、LINE Pay 本人確認のやり方ということで、現在300億円のキャンペーンなんですけども、このキャンペーンを受け取るためには必ず必要なこととして、LINE Pay を始めるのはもちろんなんですけども、この本人確認がどうしても必要となるので、今回はそちらについてお伝えをしていきたいと思います。まずその前にどの画面から入るのかということなんですけども、まず LINE Pay のアプリを開いていただいたら、右下のウォレットに入って、次に LINE Pay のメインメニュー、そして設定本人確認と進みます。そしてこの画面から本人確認ができるので、ここで見ていただいたら分かるように、 LINE Pay の本人確認の方法として大きく分けて3つあります。まず1つ目は簡単本人確認という方法です。このやり方が最短でできます。準備するものはスマホと写真付きの身分証ですね。で、身分証の詳細に関しては概要欄に一覧で記載してますので、ぜひ確認してみてください。そしてやり方なんですけども、まず簡単本人確認を選択して確認をタップ、次に必要事項を入力して所定の身分証のいずれか一つをタップしていただいて、身分証の表面と裏面の写真を撮影してアップロードします。次にアプリの指示に従って身分証を持って自撮りをして画像をアップロードして、これで申請完了ということですね。このやり方に関してはとても簡単なんですけども、もしかしたら自撮りに抵抗がある人は少しネックかもしれないですね。そして次に銀行口座による本人確認ですね。この銀行口座を登録するだけで本人確認が完了します。やり方なんですけども、 LINE Pay の画面に入ってウォレット、そしてプラスボタン、銀行口座を選択します。そしてここから先はご自身が所持している銀行口座を選択して順に入っていけば OK です。ちなみに銀行口座の登録方法に関しましては、公式のリンクを下の概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらもご確認してみてください。ちなみに僕はこの銀行口座を登録して本人確認をしました。そして3つ目、郵送本人確認ということで、申請時に登録された住所にハガキが送られて、銀行口座登録や簡単本人確認ができない場合、郵送本人確認を行う方法ということですね。やり方なんですけども、郵送本人確認を選択して確認をタップ、必要事項を入力して身分証のいずれか一つを選択してタップ、身分証の表面と裏面の写真を撮影してアップロード、そして後日登録された住所に簡易書き留めでハガキが届くので、このハガキに記載されているこの QR コードを読み取る、もしくは一番下の記載されている16桁の英数字を入力したら、これで本人確認が完了となります。この簡単登録と違って自撮りをしなくて済むので、まあ、これがいいかなという人は、まあ、時間がかかってもいいという人はこの郵送本人確認でもいいのかなと思います。最後に注意点なんですけども、もしかすると場合によっては時間がかかる可能性があるんですよね。まあ、今回みたいな300億円のキャンペーンなどの時っていうのは利用者が一時的に増えるので、まあ、例えばサーバーが混み合ったりとか、あとは郵送で届くまで時間がかかったりするっていうことがあるので、そこだけお気をつけください。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。結構ですね、この本人確認がめんどくさいということで LINE Pay 始めるのもちょっと面倒だなと思うことがあると思うんですけども、今回はそういった方たちのために動画を作らせていただきました。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あと Twitter もしてますので Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。